次はドメイトジョンです。今回はこちらから見ていきたいと思います。 CIC の大会を優勝しましたというわけでね、以前から自分の方のチャンネルではこの CIC というね、クラッシュインターナショナルカップというね、選ばれたクランしか招待されてないリーグ戦を勝ち抜いて、まあ上位3クランがプレイオフに進出という形だったんですが、そのプレイオフを勝ち抜いて決勝戦が ATN アタックスというわけで、世界選手権の決勝戦と全く同じカードですね。世界選手権の方では僕らが負けて ATN が優勝して、 ATN が世界1、僕らが世界2っていう結果に終わったんですが、今回の CIC では逆転しまして僕らが世界1を奪還、奪還ではないね、勝ち取って ATN アタックスが2位というわけでリベンジを果たすことができました。こちらね、 BO3 というわけで3試合ありましたが、まあ2勝1敗というわけで、こんな感じ。今新しく見えてるのがこのバタングとかもそうだったね、プレイオフなんだけど、まあ14対14と11対13、14対13というわけで2試合取った僕らが優勝という形でした。今回はこの3試合から、まあ1人1本全開を見つつ ATN 側の全開も見ていきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけでね、ラスト試合のラストアタック、自分のアタックから見ていきたいと思います。一番記憶に新しいっていうところもあるのでね。僕はね、この対戦あんまり良くなくて、2回とも、3回連続でクイーンヒーラーバルやったんだけど、1回目2回目も、自分の中では耐えれると思ったクイーンの HP コントロールだったんだけど、クロークと同時に死んじゃうパターンのやつわかりますかね？オートクロークじゃなくて自分で押してるクロークだったんだけど、2本とも。タイミング的になんかジャストで死ぬような感じで2回ともねクイーンが死んじゃって、いやそれ死ぬってめっちゃキレながらやってて、この3試合目取ったら勝ちというシーンで攻めたアタックでした。でこれね、本当は外周回す予定だったんだよね。っていうか入ってほしくなかったんだよね。これイーグル打ってるからちょっといいじゃんみたいな感じに思われるかもしれないけど、クイーンの立ち位置と誘導の方が優先してて、ここをねベビードラゴンで、バルーンからのベビドラでイーグル壊すプランで、このちっちゃい AT の前にウォールブレーカーつけていきたいプランだったんだけど、この普通のウォールブレーカー一体持ってきてるのは、この1マス空いたところにバネがあったらね、この攻めが読まれてて、ウォールブレーカーが読まれてたらバネがあると思ったので、まずはちっちゃいウォールブレーカーでバネトラップ解除しつつ、この次には狙ったんだけど、ちっちゃいウォールブレーカーはこの継ぎ目ついたのに、スーパーウォールブレーカーがね、右の付け、左側にちょっとずれちゃったんで、継ぎ目が開きませんでした。これはちょっと、あれあれと、困ってましたね。うん。こっちついて、奥までついてれば、まあ、投石とマルチ、クイーン、援軍処理全部取れるよねっていうとで、プラン組んでたんだけど、ちょっとそれは叶わず、ただ、まあ、クイーンのコントロール、クイーンが右側に動いたのを見て、少しだけリカバリーをかけて、まあ、誘導をもう一回持ち直していくと。まあ、このパターンで取れなくなったこのマルチ IT っていうのが残るっていうのが、まあ、少し厄介なところですかね。それ以外は基本的には変わらず、で、トルネードトラップがもう先に見えたので、破壊、トルネが終わるのを待ってから突撃艦でタウンホールを壊していくと。まあ、安いこっち向いてるっていうのもあったので、左側からね、空をやりたかったんですよ。で、マルチ IT も折れてる予定だったから、僕の中では。タウンだけ壊して左から空っていうのが一番いい形かなとは思ってました。で、ここが折れないので、まあフリーズ2発あるんで、フリーズ2発で止めていく判断。フリーズ2発がなかったら最初にトーム打ったと思います。フリーズ2発あるので、マルチを止め続けて、クイーンの方は、なんだっけ、インビジブルで延命しつつ、ここの投石機に対してトームを合わせていくと。これで、あとは終了。まあ、それは罠もあったんで、最初に使うよりは、ま、投石周りで使いたいなっていうのが、一番自分の中で思ってたところだったので、これは結構いい感じには終わりましたね。まあ、赤爆大量にあるんで、まあ、どうせここ、こっちはま、ラバーパピーで解除できるんで、ラバーももう終わってるであろう、ここのね、罠の方が怖かったので、まあ、ここを削っていく判断でした。まあ、他のアタックも見ていきましょう。はい、クラウス見ていきたいと思います。編成はゴレウィズですね。ゴレスーパーウィズで、スーパーウィズが8体、ゴーレムが5体というね、なかなかとんがった編成なんですけど、これがね、めちゃくちゃ強いんですよ。まあ、ガチ勢同士の対戦でも、こうやってたまにだけども、全部これでいけるとかでは全くないけど、こういった編成でも全開が生まれるぐらいスーパーウィズは強いなっていう評価にはなってきてますね。まあでも、スーパーネクロとかと同じぐらいな頻度なので、使われる回数としては、まあ、スーパーネクロよりは低いかな。まあ、そんな強すぎるってことはないですね。どっちかっていうと、この突撃艦からのスーパーウィズが強すぎるっていう感じですね。はい。で、まずは隠していって、イーグル砲を降りつつ、次に投石機を追っていくように、投石機を隠さないようなインビジブル。
で、これで一区画をがっつり削っていきます。これね、イーグル砲が削れてるのも結構大きいんですよね。こういうラッシュ系というか、細かいユニットで、ゴーレムはね、もちろんいるんだけど、後ろにつけてく奴らが本体なので、まあ、このスーパーウィズたちにね、イーグル砲が当たらないっていうところも。しかもこのイーグル砲、なかなか壊す速度遅いですからね、進軍スピードが遅いんで、イーグル砲が終点気味になってしまうと、ずーっと食らい続けるような感じになる編成ではあるので、早めにね、兵器パートで折れてるのは大きいですね。そしてサイドカットにもなっていると。で、ゴーレム5体を優雅に使って、左サイド削りつつ、まあ、この辺はチェインが入れないところなので、普通の水も使いつつって感じですね。この辺の使い分けも見事でございます。ネタンホールの方に入れていきつつも、右側ががっつりサイドカットしてるので、左側を誘導していくだけで OK と、ここからはウォールブレーカーの見せどころ、タンホール壊してと思うつつつ、奥のウォールブレーカーをつけて、このゴレビズ部隊の道を作っていって、奥のウォールブレーカーも一回やって、このマルチ IT の部屋へ誘導で、ここでヒール強いですね。まあ、ウィザードはね、HP が低いんで、こういうマルチ IT だって透析機が被るこのエリアは、結構ヒールは必須。もう絶対いるぐらいの勢いだと思う。これ使うか、フリーズか、インビジブル、どっちかを使うか、まあそういうのが必要になってくるところだったと思うんだけど、まあ巨爆弾にも弱いから、ここでヒールを持ってきたっていうのはすごくいい判断だと思います。レイジなしでもこうやってしっかり進軍ができてるので、でもここまで来たらもう呪文3つもあるし、ロイヤルチャンピオン能力残ってるし、まああとはほんと時間を早く全開を取ることだけなので、まあガッツリガッツリ削っていこうっていう感じですね。これめちゃくちゃうまいよね。これはめちゃくちゃうまいと思う。これでもうインビジブル隠して隠して全ユニットを残していこうという感じでフィニッシュ。ロイヤルチャンピオンの能力はビッグスケルトンに吸われていきました。これはね、まあなかなか真似できる感じではないけど、まあプランニングとしては結構やってることは難しいかもしれないけど、プランニングの考え方としては意外とシンプルだったりするので、一区画削ってその隣からゴレビズみたいな感じでね、参考になるアタックじゃないかなと思います。続いて星さん見ていきましょう。さあ、ホッサンは、ラバとアイスラバを交えた、ラバルですね。まあ、これはレジェンドとかでも、ね、クラウスもガクも、ホッサンもやってるアタックなんだけど、突撃艦スーパーウィズをやっていくやつですね。ここで透析機とタウンホール両方撃てるんですよね。この溝に落としてしまえば。これがめちゃくちゃ強い、バックコント。で、クイーンもここで処理ができちゃう、エアスイーパーも壊れて、クランジを壊しつつ、ここでもう一回かけることによって、このラバを見てますね。ラバの処理を見てますね。スーパーウィザードね、ラバにも強いんだよね。このパピーに打ってくれたら最高だったけど、ラバを割ってくれたことで相当な時間短縮につながっております。これ本来だったらクイーンがめちゃくちゃ時間かかっちゃう処理だったんだけど、ちょっとアイゴレ早かった気もするけど、ダクタン壊してから出すとかでもよかったかもしれないですね。で、ここで、この区画に、キングとクイーン両方を1マスの溝から入れていきつつ、こちら残るのが分かっていた、この、対空砲に対して、AT ところから、ジャイからのホールで対空砲まで降り切っていくと。まあ、この対空砲が降り切れてることで、ラバー1に対して OK という判断だと思います。で、また4時側からロイヤルチャンピオンを刺していって、透析機のケアをしたところで、3時からラバル。このテスラびっくりでしたね。何対策なんだろうな。ライトニング、天才し終わったらテスラ生えてくるよ、わっしょいとか、まあ、シンプルにキングだけでロイヤル、イーグル狙った時に火力が、テスラによって火力が計算が合わないみたいなこともあるかもしれないですね。まあ、主にそういうびっくりテスラですね。外周テスラが流行ってる中、最近なんか内側にびっくりテスラを置くことがすごい増えてますね。まあ、なんだかんだ上手い人ってやっぱ壁の中にね、1マス開けててもユニットを誘導してくるんですよ。どうせ誘導されるなら内側に置いてびっくりさせてやろう、最強のテスラをセットさせてやろうっていうのが最近の流行りかな。で、真ん中マルチ残っちゃったんだけど、ガーゴイルにフリーズ2発を使って回し切っての全開、お見事ですね。まあ、トルネがここにあったっていうところで、まだこの付近のね、突撃艦は対策してたと思うんだけど、少しずれたこちらヘイストバルーンでのトルネ警戒を、トルネがあってもね、ヘイストバルーンで解除できてるので、その辺のケアが良かったかなと思います。はい、続けてスタドラ見ていきましょう。これはまあ普通なスーパーニクラなんだけど、まあライトニングがね、透析とクロスボウが6発必要になったところで、今ライトニングのこういう天才でバリューがあるのが実はインフェルノタワーで、ここに関してはアップデ前と全く変わらないライトニングを打つことができるので、まあインフェルノタワーだけの区画っていうのはライトニングスポットとしておすすめでございます。
で、お出火ではなくて、食い火からのスタートで時間短縮で、まあ、今回の食い火のメインはこちらサイドから入れていくことを目指しているので、まあ、お出火ではまあ圧倒的に時間が足りないというところで、食いもおでも両方つけてがっつりカットしていこうって感じですね。まあ、この辺ちょっと透析のタゲが入ったら怖いところだったけど、クイーンがターゲット取り続けてるので、おでんにヒーラーがスイッチすることはなくて、クイーンの方からずーっとヒーラーが離れないようなコントロールになってますね。まあその辺も分かってのおでんをつけた感じだと思います。おでんをつけることのメリットとしては、クイヒーよりも HP を高く回せるのと、クイヒーよりも火力が高くなるので、すごい進軍スピードとしてかなり早く回せるので時間切れ対策になります。で、キングと東海兵舎でサイドカットしつつなんだけど、やっぱここクイーン入れるのは相当難しくて、1マスしか空いてないところをちょっと膨らんじゃうんだけど、この金庫とかがね、切れてれば確実に入るところだったんだけど、運がよく内側入ってくれましたね。で、アイスラバが登場。今回アイスラバを援軍で採用してる村が多かったですね、初戦は。で、2戦目は逆に裏を変えてか、アーチャーだったり細かい援軍が多かったです。アイスラバはね、こういうスーパーネクロに足止めにも効いたり、あとは普通にスーサイドラバル、バスターラバルとかウッドランチャーを使ったラバルをするときに、ちょっとヒーローパートクイーンが足止めを大量に食らうので、それは厄介だなっていう判断ですね。ただこの援軍だとストライカーが一緒に入らないので、まあ、40枠使っちゃうアイスラバと6枠のねストライカーは一緒に入ることがないので、まあそういう意味では火力としてはかなり低い防衛援軍にはなるので、そこがどっちにするか難しいところですね。火力の高い援軍セットにするか、耐久力で強みがあるアイスラバーを使うか、その辺の判断がなかなか難しいところですね。で、あとはロイヤルチャンピオンを3時間から付け足していって、火力を増強、フリーズも2発あるので前回間違いなしという状況が作れてますね。まあルート作りがこの編成すごく大事で、今回はそれが良かったのかなと。はい、回していきましょう。これで全開。はい、で、クイーンウォーカーズ側がラストのアタック見ていきたいと思います。このガクのアタックをで終わりにして、次から ATN のアタックをいくつか見ていく感じで終わりにしたいと思います。で、ラバからの突撃艦を使うことで、このクラン城の溝に入れていくと、まあ、確実に対空砲のタゲを取りつつ、この辺の罠はラバで完封できますね、ホーミングがあっても。そしてこの対空砲折れそうですね、折れましたね。で、援軍はかなり細かいセット、厄介厄介。あー、トルネ。トルネが少しめんどくせえ感じでかかったんだけど、ここでなんとね、スーパーウィズの強いところ。ストライカーをぶっ飛ばしていきましたね。かなり細かい援軍だったんだけど、ストライカーを吹っ飛ばしてくれたので、このヒーローパートにポイズンを使うことなく、なおかつ援軍処理の時間もかなり短めに済みました。これは非常に大きい。で、ちょっとここ長いので、少し飛ばしつつ、ヒーローを誘導していきます。で、この投石機に関しては、通り過ぎたヒーローの裏からロイヤルチャンピオンを刺すことでケアしていきつつと思ったら、ここからすごい初見殺しの罠がセットで、ハッピーでデビドラ出すんだけど、ホーミングが出てきて、また新たなテスラが発見されると。これはマジで隠しテスラ。隠しテスラ中の隠しテスラですね。で、ババがちょっと大きい誘惑でしび、ぶっ飛ばされつつ、まあ、ただロイヤルチャンピオンが内側通ることはできているので、狙ってた誘導はできてますね。で、こちらエアスイーパーかからないイーグルフォーサイド、なおかつストライカーをね刺さなきゃいけないんだけど、左からか始めちゃうとキングクイーンの順に当たっちゃうので、こっちからやることによってクイーンから先に処理することができます。で、2本目ここも見えてますね。ロイヤルチャンピオンの方にしっかりインビジブルの呪文を隠すことで、透析機2本をヒーローパートで折り切ることに成功。で、アイスパピーも衰弱効果を持ってるので、キングがノロノロキングがノロノロしてようやくたどり着いた頃にはもう HP が落ちていると。これも圧倒的全開、もレジェンドの賜物という感じですね。このね、突撃艦スーパービズはラバを盾にすることで、より深く狙ったところに刺すことができるので、まあ、単純に突撃艦として使っていくだけじゃなくて、ラバをセットにしてあげると、狙った区画狙っていけやすいかなと思います。ちょっと言葉変だけど。さあじゃあね、世界王者、ATN アタックスのアタックも見ていきたいと思います。これ見てください。編成がまず強そうでしょ。ペッカ4体とスーパービザード5体。もう強そう、強そう。レナイデのアタック。レナイデはね、キングって呼ばれてるんですよ。惜しい、突撃艦。惜しい。ホーミング3つがね、見事空振りに。
さあこれで隠していってタウンホールを壊していくような突撃感になっていきます。デトルネも惜しいですね。でクイヒーパートのスタート、まあ、どうやらレナイデはなんかレジェンドもこんな感じの似たような編成で回してるっていう噂が、これね多分クイヒー入らない予定だったと思うんだよね。入らないで本当に流してここ合流だったイメージだったと思うんだけど、どうなんだろうな。もしかしたら開けてくみたいなイメージだったのかな。クイーンが入ってしまったことは多分これはプラン外だと思います。で、リカバリーとしてクイヒーになっちゃったのかな。もうクイヒーでいいじゃんみたいなクイヒーパートが始まってますね。クイヒーとも完全に別動態で、キング、ペッカ、スーパーウィザードやらが発動していきます。こういうパターンもあるってことなのかな、これは。まあ、基本的にはこういう編成は、ヒーラーをね、この本体部隊ペッカたちに移していきたいので、クイーンたちとペッカ部隊の合流は割と必須ぐらいの戦術にはなってるんだけど、このスーパーウィザードかっこよかったね、今。ここで、まあ、スーパーウィザードに対してヒールもないし、ヒーラーのスイッチもないので、早めにドームかけていくことで延命していきました。編成自体が新しくてかっこいいので、これは取り上げていこうかなっていう判断ですね。まあ、ペッカ3体はまだ生き生きしつつ、しっかりクイヒーパッドにもフリーズを使って、もうこの時点で呪文はないんですけど、ここからね、ペッカとスーパーウィザードとクイヒーが押し切っていきます。まあ、ロイヤルチャンピオンも生き残ってるしね。ペッカがここでまだ3体生き残ってますね。ヒーラーがスイッチしてないのに、すごい。さあ、誘導されていって、この時点でどうなんだろう、守れるかな、どうかなって思ってたところなんだけど、この最後のジャンプにクイーンが乗ってこっちに来たところで、わー、やばいってなってしまいました。さあ、これでまだスーパーウィザードもいますしね、外周をキングとスーパーウィザードがうろうろしつつ、もうクイヒーと本当に別動体。ま、本当に別動体がプランなのかちょっとわかんなかったんだけど、まあ、これでも余裕の全開になりましたね。まあなかなか押し切れるだけのスペックっていうのがペッカにもスーパーウィザードにもあった結果なのかなと思います。ヒーラー映ってないのにね。まあ確かにこれは非常に強かったですね。で、ATN アタックスのリーダーブームのアタックを見ていきたいと思います。これも相当な削りを見せてくれました。すごかった。突撃艦スーパーウィズですね。このエアスイーパーかかってないイーグル砲のところを狙っていって、ドカンと隠していって、レッツゴーでイーグル砲がここ。一気に吹き飛んでいく。強い。もうこの辺一帯がほぼ、さら地になってしまいました。バゴン。で、ラバの方もこれ、どうだ。ギリギリ耐えていく。けど、もうね、すっからかん中のすっからかんみたいなところで。もう本当にクイーンがちょんと触っただけで、ラバが割れていくぐらいの火力をスーパービズがもうすでにやってくれていると。で、アイゴレは縦にキングをつけて、逆サイドはベビードラゴンでカット。さあ、キングがキングと当たっていくようなところで、ストライカーはもう刺していかないのかな？ここ刺しても良さそうだけど、ここは使わない判断ですね。で、ロイヤルチャンピオンとウィザードでさらなるサイドカットを行っていくと、で、ここでロイヤル AA とようやくストライカーが飛んできましたね。で、クイーンはこのまま仕事をしていきつつ、ロイヤルチャンピオンのサイドカットもここで効いてきました。これね、なんとね、ここ穴開けでね、タウンホールまで見てるんですよ。こっからタウンホール見てたってすごいよね。これインビジブルがね、神インビジブル。ロイヤルチャンピオンもクイーンも隠していって、クロークをタウンホールに、もう絶妙なタイミングでしたね。これはうますぎる。これはうますぎるよ。ヒーローパートと、この突撃艦インビジブルの段階でもう、相当な量の、施設がなくなってしまいました。で、あとはもう本当に突装石器とロイヤルチャンピオンのところにトーム合わせて、真ん中マルチ残るので、そこに対してバルーンを近出し。まあ、ちょっとグダってそっち側寄っちゃってはいるけど、もう天才7発撃った時の呪文よりも、たくさんの呪文ね、ソラパートに使えるので、まあ、それもおかしなことだけどね。これで全開。強い。これはうまい。これはうまいなって、こっち側もみんな、湧いてましたね、この前回。これはうまいってなった。そんなヒーローパート見てんのと。
圧倒的全開でしたね。これはうまいね。はい、じゃあラストにね、世界選手権の MVP になったバレのアタックを見ていきたいと思います。このイーグル砲をね、ライトニングで落としていくタイプ。クランジオにはね、ライトニングが入らないので、まあ入ったら相当なアドバンテージになる村ではあったんだけど、イーグル砲とシングル IT、エアスイーパー2本を追っていくような感じでした。で、アイゴレを盾に、ストライカーをつけつつ、キングクイーンをサイドカットで使って、あ、サイドカットじゃない、スタートしていきつつ、ロイヤルチャンピオンとスニゴブで、逆サイドはサイドカット。こっち側も、スニゴブがサイドカットを行っています。これでクイーンをタウンホールに向けていきたいというサイドカットですね。で、ポイズンは確実に2枚持ってきているので、と思ったらちょっと、あ、まあ、1個目に関してはそんなに機能しなかったですね。早めにかけてよかったと思う、もうちょい。まあ、ここで、ラバ、おー、バーバリアンが、アーチャータワーを降り切ってきました。で、ラバパピーに対しても、ポイズン。で、テスラサイドカットするのはちょっと怖かったっていう見合いだと思います。で、ターンホールに向けてクイーンをぶつけつつ、ここからはソラスタート。サラバルが始まっていきます。これ突撃艦じゃなくてボマーだったんだけど、最初突撃艦セットしてたのは普段の使い方って感じなのかな。綺麗にトンをね、投石とロイヤルチャンピオンの処理のために合わせていって、ストライカーの延命で逆サイドを、カドテスラ、ボマーをよく見えてましたね。サイドから使っていくと、もしかしたら出そうとしたらたまたま出てきたのかな。どっちかちょっとわかんなかったけど、今の。で、赤枠がね、このラバーパピーによって大量にされていきつつ、トルネも、このフリーズと透過効果になってしまいました。空に使える呪文がね、天才ラバルに呪文をね、ポイズンを2枚使ってたので、3枠しかなかったんだけど、それでもこの圧倒的全開。投石機2本だったロイヤルチャンピオンは残ってる感じだったんだけど、ま、さすがですね、MVP は。ちなみに、今までベイルって呼んでたんだけど、どうやらね、バレらしいので、バレンタインのバレン。バレンティンか、バレンティンとかのバレの略称らしいので、バレって感じで呼んでいこうかなと思います。いや、素晴らしいアタックですね。はい、というわけでね、今回は CIC 世界選手権優勝した ATN アタックスにリベンジしましたというわけでね、もうこれはね、本当2020年が始まった時ぐらいから、まあ今年のクラクラは ATN とクイーンウォーカーズで清掃ぜってことずーっと1年間言い続けてきて、まあ、その結果ね、世界選手権の決勝戦もこのカードだったし、だって CIC っていうすごい強いチームしか出れない大会でも決勝戦が ATN とクイーンウォーカーズでできたっていうところで、まあ、非常にね、仲のいい2クランでね、いい関係性を保ちつつ、なおかつトップ2クランになれたっていうのはすごく良かったことかなと思ってます。そして何よりね、世界選手権の借りを年内に返すことができたっていうのも、まあ僕ら目線ではすごく良かったですね。また今回の決勝戦もね、いろんなとこで配信されたんだけど、いろんな配信でね、日本人の方がコメントくださってたみたいで、まあいくつかアーカイブを見させていただきました。応援ありがとうございました。まあ年内にはね、こういったここまで大きな大会はもうすでに終わってしまっているのでないんですが、まあ来年もね、頑張ってやっていきたいと思います。まあとりあえず本当に良かった。安心してる。CIC 優勝して、まあ ATN とね、まあ世界選手権の借りが返せたっていうのはね、年内にすることができたので、まあ今年をね、いい感じに締めくくることもできたかなと思ってます。まだ大会あるけどね。まあ今年も残り10日というわけで、そろそろね、クラクラの方も締めの感じにやって、来年もどういう感じにするかというか、目標を立てつつね、頑張っていきたいと思います。まあ皆さんも今年のなんか思い出だったり、来年の抱負だったり、なんかその辺も、新年近くでやること、その他もろもろコメントいただければ僕も参考にできるところがあるので、ぜひ書いていただけると、モチベーションにつながります。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。